はーい、神チャンネルでーす。体内のね、遊園地とね、昆虫館行ってきてね。これ昆虫館で買ってきました。ここにヘラクレスって書いてありますよね。見えますかね。ヘラクレスオオカブト。この、水ガラスっていうのが水ガラスって言うらしいんですけど、こう光にこう反射して綺麗ですよね。こうどっから見てもこう、角度で見れるっていうか、ヘラクレスオオカブトが結構綺麗なんですよね。これ重りで文鎮かな。まあこれどこ置いたらいいのかな。あとこれはね、ふわふわしてる。ほんともふもしてる。本物のねアルパカ見てきたけど、かわいいな。ほんとこのぬいぐるみ980円もしたんだよ、これで。結構いい値段だって。高くはないんだけど、サイズにしてはちょっと高いかもしれない。本題に入ろうか。体内の昆虫の家、これで行ってきました。で、帰りに道の駅ってとこ寄ってね、なんか食べてきました。まあね、まあ皆さんもね、まあ新潟県来たらね、まあ体内市のね昆虫館とかに行ってみるといいと思います。まあチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。ではまた。